みません。ご迷惑でなければ私と番号を交換してくれませんか。なんでまた私の番号と。その好きな人と神谷さんが同じ番号だったので。神谷こういうの興味ないから大丈夫だって。ありがとうございます。行ってきなよ。あと20分は私が。ダメだよ。神谷さん一人に仕事を押し付けられないよ。綺麗。身長高っ。モデルみたい。いいな。声かけてみる。無理だろう。あれで彼氏いないんだって。いいな。あれならどんな服も似合うんだろうな。心、早く捨ててしまわないと。神谷さん、何か言おうかな。番号の交換くらいはみんなやってるし、ズルでもないんじゃないのかな。いえ、そうじゃなくて、これはもらってはいけないものだからです。それでどうして返す発想になるんだ。二度と近づくなって忠告しに来たんじゃないの。私の好きな人を好きになってくれる人に、悪い人はいないと思うから。嘘をつかせて傷つけてたなら、こんなのずるいじゃないですか。ああ、すごく想像がつくよ。式守さん。はい。やっぱりそれはいらないよ。そもそも誰にも悟らせるつもりはなかったから。なんか悪いことしちゃったな。困らせるつもりはなかったんだ。すぐに捨てられなくてごめん。もう二度と近づかないよ。友人だと思ってくれている彼を裏切っている。君という相手がいるのに、どうして。もうやめよう。決めることもできない。神谷さんのことは何も知らないけど、私にも分かることがあります。あなたは泉さんと私のために。だからその気持ちはあなたが大切にしてあげて。ところで泉くんはいいのか。今頃半べそ書いてるんじゃないかな。そうだった。いや、人前で泣いたのなんていつぶりかな。そりゃよかった、あの子が彼女で。どうか幸せ。誕生日おめでとう。あと嬉しいです。嬉しいです。四季森さん。泉さんは変わりませんね。そうかな。つい最近友達には変わったねって言われたけど、四季森さん。そんなの私だって。号泣。早速。ああ、四季森さんの泣き顔初めて見た。感想はいらないですよ。どんなにいい人で美人で魅力的な人が現れても、私泉さんの似合いますか。